待たせいたしました。ただいまより平成28年江戸神社例大祭23箇所オープンメイン発信式を執り行います。発信式の進行は江戸神社委員会長委員会を務めさせていただいております。仙台三条歴史協会の連合組合員、実行委員長、また富士子総代に務めております寺澤と申します。本年は伊豆神社御先祖310年の年であたりまして、23箇所連合組合員を実現することができました。これも富士子総代、また各町会の町会長の皆様のご理解による現実にできたと思います。最後になります。さっき氏子の町会の皆様のご健勝、ご多幸、また本日実行委員で皆さんお手伝いいただいた皆さんのご健勝祈願、また、皆様の命の中にですね、心に残る、記憶に残る、歴史に残る連合見合いができまして、これを皆さん若い方たちに健勝していただければと思います。本日のこの連合組合に対して元内警察署、黒越警察署、東郷消防署、根津、熊込、また飛ばす、ビーグル、皆さんの協力によりまして実現できることができました。最後になりますが、本日3時より東京ケーブルネットワーク生放送で組合入りが最後終わるまでケーブルが、放送していただいております。またもう一つ、BS テレビ朝日10月の4日火曜日の、午後9時から、屋根線から全部のこのお祭りをメインに、移していただいております。最後に願いますが、お集まりの皆さんのご健勝とお互いをきれいにしてご挨拶いたします。ありがとうございました。かっこいいよ。その後、仙台地区、根津地区と順に発信します。発
発信のタイミングはこちらより指示をさせていただきますので、日頭また担ぎ手の皆さんはこちらを離れないように待機をしていてください。それではこれより地区一番組根津神社宮頭関谷次郎様のご発声で向ヶ岡地区の発信となります。向ヶ岡地区の日頭準備よろしいでしょうか。また知事連の皆様も準備の方をお願いいたします。